神奈川県の秦野市です。相模原です。いや、知らないことだらけですわ。まあ、信じた道というか、こうやって自分がこうやってこれをやろうって決めたことに対しては、絶対やり抜くっていうところが必要だと思うし、そういうことをやってれば、絶対誰かしらこう見てくれてる人がいるっていうふうに思いながら、本当にバスケ始めた時からすごいそういうふうに心がけてやってきてたので、やっぱり自分の決めたことはしっかりやり抜くってことが一番大事なのかなって思います。僕はバスケが嫌いになって一度バスケをやめていて、結局自分にはバスケしかできないということにその気づいたんですけど、もしかしたらやめてなかったらかなり近道をして今プロの道に入ってたかもしれない。でもその遠回りしたかもしれないですけど、そこで出会った人たちとか、そこで、自分がいた環境によってその作り上げられた自分のその気持ちとかメンタルとかっていうのは今ではやっぱ経験できないことだったと思いますし、遠回りすることも全然悪いことじゃない、すごくいいことだと思いますし、まあ、そういう人たちがもしこう同じような道を歩んでくる人たちがもしいるんであれば、自分がその道しるべになってやってあげたいっていう気持ちが強いので、まあ、なんか僕の姿をこう見てもらえるように自分もしっかり結果出してやっていきたいなと思います。僕もやっぱそうやって大会がなくなってしまうっていう経験はしたことがないので、やっぱその今回コロナの影響によって、試合ができなくなってしまった、まあ、子どもたちの本当の気持ちの部分っていうのは分かってあげることはできないかもしれないですけど、まあ、ただ本当にその今まで積み重ねてきたものっていうのはなくなるわけじゃないですし、本当将来絶対それが糧になって自分を成長させてくれると思うので、まあ、そういったところを大会がなくなってしまいましたけど、今までやってきたことを信じて前に進んでもらいたいなっていうふうに思います。そうですね、やっぱ簡単にね、その試合がなくなっちゃったから次に向けて頑張ろうよってやっぱ言える状況でもないと思うんですよ。本当に今周平が言ったように僕らはその経験をやっぱしてないので、そんなやっぱ簡単に言えないことですけど、でも立ち止まっててもしょうがないですし、言っちゃえばね、その3年生に関してはもう一種の就活みたいなもんじゃないですか。次の進学をこう決めるための最後の大会だったかもしれないですし、本当に軽々しくやっぱ言えないですけど、立ち止まってても何も始まらないですし、まあ、そのきっと誰かがやっぱちゃんと見ててくれてる、自分の努力を理解してくれてるっていう人がいるとちゃんと信じて、自分の道を突き進んでいくっていうことが重要かなと思います。自分たちを支えてくださって、本当勇気をくれて、本当に試合に臨めるのは本当に宇都宮のファンの方々のおかげだと思いますし、僕たちはそういったファンの方々のために、まあ、恩返しじゃないですけど、本当に試合試合、満足してもらえるような試合をできるように、まあ、しっかり準備して、戦っていきたいと思いますので、今後も本当に熱い応援よろしくお願いします。はい、3x3 は、まあ、ホームアウェイの試合関係なく、いろんな会場で試合をするんですけど、宇都宮市でこう行われる 3x3 の試合は本当にたくさんの、宇都宮、まあ、ブレックスファンの人たちが集まってくれて、あんな会場もう本当世界見てもなかなかないです。あんな会場でこう自分たちがもうまるでホームのような感覚で試合ができる会場っていうのは本当にないので、皆さんのその期待とか声援っていうのはもう
十分に伝わっているので、あとは本当に自分たちがその期待に応えるように結果を残すだけだと思っているので、今まで以上の期待、声援を送ってもらって、自分たちにエネルギーをもらえたらなと思います。いつも本当に感謝しています。ありがとうございます。